行くぞ。はしゃぎすぎたな、ズム。せやな、サム。今止めたのは俺だ。いや、俺じゃない。うっ、決まってた。ハラスロ高校、見事ベスト16です。じゃあまたな、トビオ君。はい。翔陽君。はい。俺はいつかあんたにトスをあげるで。インターハイで潰したるから覚悟しときや。ああ、俺は負けたわけちゃうぞ。何言うとんねん。高校の大会に勝った。ありがとう。本当にありがとうございました。いい試合にはな、いつだって勝算じゃ、ボケ。ありがとうございました。すいませんでした。謝って少しでもスッキリしようと思っとんのか。そんなんとちゃいます。分かってるて。練習でやってへんことを本番でやろうとすんのは嫌いやけどな。なあ、お前らがノリノリの時、他のやつは大抵置いてきぼりになるんやけど。高揚したやろ。うん、ええな。けどやっぱり悔しいな。どや、俺の仲間すごいやろってもっと言いたかったわ。言ってくださいよ。孫の代まで自慢できる後輩になりますから。田中、何分そうしてんだ。服着ろ。あ、月、ジャージ2枚着てるよ。今日、多分他人のその瞬間を目撃した。こいつがもう一段深くバレーボールにはまった日。あ、カラスノがミアンズ倒してる。俺ミアンズともやりたかった。なんと、赤足がまた考えすぎてる。対するカラスノ、切り込み隊長田中龍之介。つらい。すが、顔がやべえ。ひどいなこれ。美しい。お、朝日さん、かっけえ。ほらほら、俺のレシーブ。見たか影山。見てない。見ろよ。やっぱもっとみんなとやりたかったな。僕とさん、死にませんよね。あ、俺は130歳まで生きる。まだ先は長いですよ。うん、全部勝つ。さ、早く中入りましょう。インフルとかノロとか流行ってるんですよ。観察されるのは恥ずかしいな。すぐにでも試合したい。気持ち悪い。傷ついた。うざい。お前なんだと。俺たちに牛若とかミヤツインズ倒せるかな。やってみなきゃ分かんないと思います。それを確かめるためにわざわざ試合しに来てんだし。でも俺は研磨に勝つ。わあ、真っ黒だ。大丈夫、お母さんには電話したし。